皆さん、こんにちは。エディカの桑子健です。今日は前回に引き続き、凸レンズについて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。凸レンズについて前回は作像してきました。凸レンズは光を集める性質があるんでしたよね。で、今回はレンズのまず厚さについて見ていきたいと思いますが、厚い凸レンズの焦点距離は近くにあります。短くなります。そして薄い凸レンズの焦点距離は長くなります。で、この焦点距離というのは、この凸レンズの種類によってどんどん変わっていくものですね。これを変えなければ、ずっと同じ値です。これ実験の映像の様子です。こちらが薄い凸レンズです。こういうふうに、高軸に平行に、高軸はこの線ですけど、平行に動かすと、同じところに光が集まります。3つ置いてみるとよくわかるので、3つ置いてみましょう。こんな感じですね。光が集まりました。続いて、凸レンズ、厚い凸レンズですね。を用意して見てみたいと思います。これが薄い凸レンズの焦点です。じゃあ、厚い凸レンズです。こちら薄い凸レンズの焦点距離ですね。比べてみると、ほら、こんな感じで、ちょっと近くにありますよね。また3本並べてみましょう。どうなんでしょうか。こんな感じで近くにですね、焦点がありますね。大丈夫ですか？こんな感じで、レンズの種類によって焦点距離というのは変わります。光を光軸に対して平行に入れると、厚い焦点距離は近くに、薄い焦点距離は遠くに集まります。続いて、このような性質と、あとは、レンズの法則や、倍率の公式について見ていきたいと思います。まず、ここに物体があります。この物体を焦点距離よりも、遠くに置くと、こちらに像ができます。作図法は、前回の通りですけども、覚えてますかね。まずは、高軸に、こんな感じですね。これ実験の映像です。これが、像で、レンズで、スクリーンですね。スクリーンを前後に動かすと、ここに像が現れます。今ぼやっとしてますね。もうちょっとはっきりさせます。ほら、綺麗に映りましたね。これがこれと同じものなんですけども、映っていますね。逆さまになっています。そしてここを A、ここを B と言いますね。物体からレンズまでの距離が A、そしてレンズからスクリーンまでの距離が B となります。こちらで作図してみましょう。まず、高軸に平行な光は焦点に行く。そして、物体とレンズの中心を結ぶ線はまっすぐ進む。で、これ交わりましたので、ここに像ができます。前回紹介したように、この他の光もいろいろあるんですね。例えば、この間の光もやっぱりここに集まるんですね。で、今引いたのは分かりやすい光。私たちは引ける光を引いたわけですね。で、ここに像ができます。あとですね、逆進性、逆方向に進んだ光を考えてもいいんですけど、例えばこっち側に進む光は、こうですね、こう軸に平行に進む光は、こちらに、後ろ、手前の焦点を通って戻ります。逆に考えると、こういった光はここに来ますということになります。で、この物体の距離を L、この、できた像の、あ、物体、この物体の大きさですね、大きさを L、できた像の大きさを L' とします。すると倍率は、で、ここを A ですね。物体からレンズまでの距離。そして、レンズから像までの距離を B とします。これらを使うと倍率はここに表せます。倍率は L 分の L'。これは定義ですね。元の大きさ分の、最初にできた像の大きさ。これが倍率になりますよね。倍率は元を、できた像を元で割ってあげるということですね。で、これはですね、実は A 対、いや、A は、A 分の B です。ごめんなさい。A 分の B と、同じになっています。これが倍率の公式で、よくこの A 分の B っていうのを使いますね。あと、レンズの公式。A 分の1、A 分の1たす B 分の1は F 分の1と。こんな関係式も成り立ってます。これらを覚えていく、問題を解いていくんですけども、じゃあ、こういう公式はどこから出てくるのか、気になりますよね。というわけで、導いてみましょう。まず、倍率の公式からです。これ先ほどの図なんですけども、ここで2つの直角三角形に注目します。例えば、こことここ、この直角三角形とこの直角三角形に注目します。
すると、こう向かい合わせの角度、対角ですね。対角は角度が等しいんですよね。こことは同じ角度になります。ですので、2角が等しい直角三角形、2角が等しい三角形ですね。まあ、直角三角形。これは、相似っていう条件ですね。相似は何かっていうと、比が同じっていうことですよね。例えば、こんな感じ。2つの直角三角形は2角が等しいから相似です。ですから、L 対 L' は A 対 B となりますね。これが比が同じという意味があります。相似ですね。これを使うともうこれ出てきちゃうんですよ。1より、この公式より、比っていうのは内側と外側の掛け算が同じなんですね。だから内側の AL' と外側の BL。これが等しいとなります。で、L 分の L' が倍率の意味ですから、これをこっちへ持ってきて、A をこっちへ持ってきます。すると、L 分の L' は A 分の B。できました。これが倍率の公式です。どうでしょうか？簡単にできますよね。続いて、突然図の式。これですね。これを導いてみようと思います。次に、実はこの条件を使うんですけども、もう一つ三角形を持ってきます。なぜかというと、ここには A と B の関係しかないので、F も欲しいんですよね。F 分の1ということで、F も欲しいです。どこを見るかというと、こことここです。この緑で囲ったところです。こう直角三角形があって、ここにも直角三角形があります。そして、この直角三角形は、ここが対角になっていますから、2角は等しい直角三角形。つまり、比が等しいとなりますね。で、ここで一番のポイントなんですけども、ここは L で、ここはじゃあどうなのかなって見ると、ここは交軸に平行の線を引いているので、この L' とこの長さ同じなんですよね。L' と同じです。ですから、ここは L' なんですね。で、2つの直角三角形2角は等しいから、L 対 L'、ここ対ここ、つまりここなんですけど、L 対 L' は、ここは L' になっていて、A-F、大丈夫ですか？ここは A で、ここは F ですね。A-F 対 F、ここは F ですね。となります。L 対 L' は A-F 対 F ですね。これが2番目の式です。じゃあ、この比の式もやはり展開してみて考えてみたいと思いますが、その前に、丸1番と丸2番、左側が同じ比ですよね。ですから、A 対 B は A-F 対 F と同じですよね。というわけで、1により、右辺は等しくなりますから、A 対 B は A-F 対 F です。あとはじゃあ、内側、外側掛け算します。外側が AF、内側が B、括弧 A-F。展開しましょう。BAB と引く BF ですね。で、これを、で、こっちが AF です。で、順番を入れ替えてあげると、BF をちょっとこちらに持ってきました。そしたら BF と AF。そして AB をこちらに置いておきました。こんな感じです。これとこれ、同じ式にしたいので、まあ、どうするかというと、BF、AF、AB。それぞれが掛け合わさってますよね。実はこれ、ABF であるといいんですよ。両辺を ABF であります。そうすると、ABF のうち BF がありますから A が残ります。つまり A 分の1。ここは ABF の AF が消えますから B 分の1。これ AB がありますから F が残ります。F 分の1ということで A 分の1たす B 分の1が F 分の1というような突然図の式ができましたね。どうでしょうか。それでは問題をやってみましょう。実験をしたところ、A イコール30、B イコール15の時にスクリーンにはっきりした像が映りました。この時の焦点距離 F を求めなさい。そんな問題です。また倍率を求めなさいという問題ですね。で、これ本当にやった実験なんですよ。物体があって、レンズがあって、スクリーンがあって、そして、スクリーンに、くっきり像が映るところを探しましょう。もうちょっと前ですかね。こんな感じです。そしてその時の、レンズから、物体までの距離が30センチ。レンズからスクリーンの距離は15センチというそんな実験でした。はい、そうすると焦点距離って目に見えなくて分かりにくいんだけども、ただレンズの公式を使うと導くことができますよね。A と B が分かってますもんね。また倍率も A 分の B って公式ですぐ求めることができますよね。はい。だいたい答え言ってしまいましたけど大丈夫ですかね。じゃあ皆さん計算してみてくださいね。じゃあ動画を止めてやってみましょう。いいですか？じゃあやっていきます。まず N の公式より A 分の1たす B 分の1は F 分の1。A が30、B が15、
F 分の1です。あとはこれを解きましょうね。こちら側を30分のってしましょう。30分の1は30分の2イコール、ごめんなさい、これ F 分の1です、すいません。これ F 分の1直しておいてくださいね。そうすると、30分の3で 10分の1、つまり10センチとなりますかね。はい、こんな感じです。これ10センチということが分かりました。また倍率を求めます。倍率は A 分の B ですよね。ですから A が30、B が15ですから、L 分の L' イコール30分の15、つまり 0.5 倍となりますね。だから、この実際の像と、この像は 0.5 倍の関係、こっちが1とすると 0.5 倍、半分の長さになります。大丈夫でしょうか。で、まあ、実際に、実験をしてみると、レンズの公式と、理論と一致するのかということがわかります。これ実際に実験してみた後なんですけども、A が12、13、15といろいろ変えてみました。その時の B を、はっきりしたゾーンの場所を求めると、こんな感じの、数字になりました。で、縦軸を B、横軸を A にして、プロットしてみます。例えば、12の時60、12の時は60、これですね。ここをプロットします。同じです。同じような感じで、13の時43、15の時30、20の時20。お、ここいいですね。なんか綺麗なところ。30の時15、40の時 13.3、50の時 12.5、60の時12、7の時 11.7。まあ、こんな感じになったとします。これ実際に測ったデータなんですね。で、これと A 分の1たす B 分の1が10分の1っていう関係がありますから、それを実際に書いてみると、どんな形になって、これと同じ形が見出せるでしょうか。ちょっとここ、これが縦軸は Y、B が Y だから、これ Y にして、これ X にして、X 分の1たす Y 分の1が10分の1っていう形にして、グラフ電卓を使って書いてみましょう。iPad とか Android アプリで、ジオジブラっていうのかな、こういうようなアプリがあるんです。これすごいいいアプリなんですけども、これを使って、この、数式欄に x 分の1足す y 分の1が10分の1と打ち込んでみます。ウェブ版もあるので、私はウェブ版を使ってみますね。これがそちらです。はい、ちょっと拡大しますね。では打ち込んでみます。打ち込み方です。分数はね、割り算の割るっていうのでできますから、1割る。はい。これで x とします。そしてカーソル、今ここにいるので、このままちょっとここにくっついていくんですね。例えば1とかプラスとかあるとここにくっついていきます。これちょっとダメなので、これを削除します。バックスペースがこれです。はい。で、カーソルを上に持ってきますから、これをしましょう。こんな感じです。プラス1割る y。またカーソルが今ここにいますから、右にやって外に出します。上につきました。イコール、1割る10。はい。できました。どうでしょうか。はい。こんな感じでできたんですけど、なんか違う感じに見えますよね。実はですね、これ、もうちょっと上にやってくると、ちょっとこれを、縮小しますね。ほら。こんな感じでもう一本線があるんですよ。はい。どうでしょう。先ほど20と20のところに交点がありましたけど、ほら、うまくなってますね。こんな形になってそうですよね。では、ちょっと戻ってみましょう。iPad アプリであります。Android アプリでもありますので、ぜひ自分で数式を打ち込んでみてくださいね。では、もっと戻りますね。はい。すると、こんなものができましたよね。で、これをここに重ねてみると、シューッと。ほら、綺麗に重なりますよね。で、ちょっとずれてるところもあるんですけども、理論と、かなり綺麗に一致するような、そんな実験なんですよね。学校でもよくやる実験ですので、こういうような理論式と同じようなものが出てくるよっていうのが、面白いところですね。レンズの利用について最後にまとめます。レンズの利用、前回も話しましたけど、まずカメラが、いいですかね。カメラがよくあります。カメラは、焦点距離よりも遠くにあるもの、遠いものを小さい実像にしてフィルムに映します。ここで光は、これが物体としてくださいね。物体に光を当てて、いろんな方向に乱反射で反射します。レンズを通して光を集めてスクリーン。これがカメラの感光体ですね。光センサーだとか置いとくわけですね。デジタルカメラの場合。そうすると、これは画像化できるわけですよね。こんなカメラっていうのが身近にあります。また、ルーペとか虫眼鏡ですね。焦点の内側、かなり近づけておきましょうね。に物体を置いて拡大した虚像を見る。
ですね。こんな感じです。こちら、虚像だからレンズを覗かないと見えません。実像はですね、レンズの覗かなくてもここに映ってるんですね。虚像はレンズの中で見えます。ここほら見えませんよね。大きくなってますよね。こんな感じで大きく見ることができます。あと、ちょっとこれは2枚レンズなんですけども、顕微鏡です。まず、対物レンズによってできる実像。これが、例えば、対物レンズこれです。これを使って実像をこれに作ります。あ、この近くですもん。この辺に作ります。これで写し、これは物体です。ここに物体があって、レンズを通して、実像を作ります。で、それを、接眼レンズ、ここです。このレンズを使って、虚像として拡大します。これを、また虫眼鏡で見てあげるわけですね。こうなります。つまり、先ほどのカメラと、虫眼鏡、ルーペを、組み合わせたものが、顕微鏡とか望遠鏡ですね。ここで実像を作り、さらに拡大してみるということですね。最後、O レンズなんですけども、O レンズは中央をくぼんだ形のレンズで、光を広げる働きあります。近視の人が使うメガネ、私今かけてますけど、このメガネは O レンズです。O レンズを置いてみると、この中に光が広がって曲がります。面白いですよね。こう来て光がこうなります。こんな感じです。3つこの中に置いてみると光がこういうのように広がります。これが O レンズというちょっと変わったレンズですね。これはメガネに使ってます。こう外してみるとなんかあまり両サイドがくぼんでるようには見えないんですけども、実際にそうなんですね。で、実際に皆さんがかけてメガネはここはかなりこうにえぐられていて、でこっちもちょっとこうなってるんですけど、こっちのえぐり方がこう、大きいので、O レンズの役割をしますね。はい、こういうレンズもあります。光を広げる役割があります。これでレンズの授業は、終わりになります。ちょっと今回問題があまり扱えなかったので、ぜひ自分でも問題演習などしてみてくださいね。それでは、今日はここで終わりにします。また会いましょう。バイバイ。